網走港です。網走です。トランプですか？ボス、本気ですか？わかりました。そこまで言うなら、僕も嫌いな方じゃないし、付き合いましょう。ではブラックジャックを始めましょう。チップは5枚ずつ、一度にかけられるのは5枚までです。5枚掛けすれば一発で勝負が決まります。では僕から引きます。ボス、1枚目を引いてください。さあボス、かけてください。何枚かけますか？5枚ですね。では僕から引きます。うわぁ、参っちゃったな。もう1枚。参っちゃったな、オーバーです。あれれ、もうチップがなくなっちゃった。今日の成績はこんな感じですね。さあ操作を続行しましょう。ところでボス、僕は思うんですがね、一度北海道警に連絡を取ってみてはどうでしょうか。そうですね、何か新しいことが分かっていないか本署に電話してみましょう。もしもし。ボス、大変です。知床湖にまたも死体が上がったそうです。知床湖です。ちょうど今死体を引き上げるところのようですね。これで4人目の死体です。この事件は一体どうなっているんでしょうか。バスもあまりなくて、ほとんどの人が車で来るような湖です。夏の観光シーズンと違って、今は訪れる人はまばらですね。ここには何か聞けそうな人はいないようです。聞くより自分で調べてみませんか。この辺には警察関係者しか見当たりませんが。何を見せるつもりかは知りませんが、ここには見せるべき相手がいないようです。殺しの現場を見た人がいるとは思えませんが、ガイシャが誰かと一緒にいるところを見た人なら。駐車場の方にいるかもしれませんね。犯行を見たという人はまだ見つかっていません。彼らが死体発見者だそうです。
香港ですか？観光客などが立ち入らぬよう警戒中であります。鑑識課員が現場の写真を収めています。首に女物のストッキングが巻きついています。30歳くらいの男です。警官が死体の様子を確認しています。おや、何かあるぞ。これは死体の硬直状態から言って死後2日というところです。網走港の時とほぼ同じ手口ですね。ストッキングで首を絞めながら水の中に顔を押し込んで殺したようです。やはり首を絞めながら顔を水に押し込んで殺したのに違いありません。死体の硬直状態、ポケットに身元が分かるようなものは入っていません。ごく普通のストッキングで大した手がかりにはならないと思います。しかし殺しに使われたものが残されたのはこれが初めてです。犯人は焦っているのでしょうか。ストッキングにあんまりこだわると変態だと思われますよ。香港ですか？わかりました。では撮ります。今のところ名前がわからないので写真1と覚えておいてください。これがそうですが、死体を発見した中野和夫さんと奥さんの由美子さんです。中野さん、死体を発見したいきさつをお話し願えませんか？僕たち新婚旅行でたまたまここに立ち寄ったら死体が浮いていたわけで、いや、見つけた時は焦りましたよ。まったくついてないというか。だから私が新婚旅行はハワイにしようって言ったじゃない。ごめんよ由美子。刑事さん、もういいでしょ。行こう由美子。え、あなた。あの二人は何も知らないようです。あまりしつこいと嫌がられますよ。あの二人ならもう帰りましたけど。それは鑑識に回されます。証拠品の私物化はできません。ストッキングにあんまりこだわると変態だと思われますよ。駐車場の売店です。店の人がいます。周りはとても広い駐車場です。周りは人の良さそうなおばさんで、嘘をつけるタイプじゃなさそうですね。
ここにはあのおばさんしかいませんが、何か聞いてみますか。犯行を見たという人はまだ見つかっていません。牛乳やおでんを売っています。特に怪しいところはありません。車は我々のと、死体を発見した新婚カップルのものだけです。あれは僕たちの車です。何か忘れ物でもしたんですか。車は我々のと、死体を発見した新婚カップルのものだけです。車は我人の良さそうなおばさんで、不審なところはないようです。牛乳やおでんを売っています。特に怪しいところはありません。牛乳やおでんを売っています。特に怪しいところはありません。おや、これは。特に怪しそうな人は見てませんね。怖いから私は見に行ってないけど、その人うちに寄っていったんでしょうか。だとしても一体どの人がそうなのか。特にちょっとこれを見てくれますか。さあ、見覚えありませんが。ちょっとこれを見てくれますか。見覚えありませんね。ちょっとこれを見てくれますか。どんと知らない人ですが。ちょっとこれを見てくれますか。この人が殺されたんですか。仲の良さそうなカップルだったのに。で、やっぱり連れの女の人が犯人なのですか。あのカップル以外の怪しい人は見ていませんが。あのカップ…ああ、何でも阿寒湖の方から回ってきてここに来たとか。女の人は24、5くらいの髪の長い人でしたよ。そういえばあのカップル、何かそらそらしい感じの仲の良さでしたっけ。そういえば、ちょっとこれを見てくれますか。私は怖がりなんです。死人の写真なんか何度も見せないでくださいよ。ここには売店のおばさんしかいませんよ。犯行を見…死体の写真ならもう撮りましたけど、まさかおばさんの写真じゃないでしょうね。ありがとうございます。200円です。いや、体が温まりますね。ありがとうございます。100円です。どうです、北海道の牛乳は。コクがあって美味しいでしょう。ありがとうございます。200円です。もういいですよ。ありがとうございます。100円です。やめておきましょうよ。あんまり飲むとお腹を壊しますよ。
アカンコです。アイヌの民族衣装を着た人たちと写真屋さんがいます。見ての通りの景色ですが、特に不審なものはいません。ヘビースモーカーのようですが、特に不審な点はありません。一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。え、こんなところに誰を呼べというのですか？はい、チーズ。では現像ができ次第お送りしますので、住所を教えてください。あ、お値段は1000円です。うわ、高い。それにしてもボスは記念写真が好きですね。何のことですか？さっぱりわかりませんよ。水はとても冷たく、凍ってないのが不思議なくらいです。阿寒湖を回る遊覧船ですよ。はい、ダブルピース。よそ見してないでちゃんと撮ってよ、カメラマンさん。おや、何かあるぞ。これは…あれはメアカンダケです。あれ、オアカンダケだったかな。水はとても冷たく、凍ってないのが不思議なくらいです。観光客相手の写真屋さんで、怪しい人とも思えませんが、観光客相手の写…お、ダークマイルドですね。ちょっとこれを見てくれますか？毎日いろんな人を撮ってるから、いちいち顔なんて覚えてませんよ。すいませんね、役に立たなくて。ちょっとこれを見てくれますか？毎日いろんな人を撮ってるから、いちいち顔なんて覚えてませんよ。すいませんね、役に立たなくて。ちょっとこれを見てくれますか？毎日いろんな人を撮っ…ちょっとこれを見てくれますか？見覚えがあるような、ないような。一応探してみ…そんなに何枚も撮らなくても大丈夫です。私の腕を信用してください。タバコを1本？いいですよ。タバコを1本？いいですよ。そんなに何本もあげたら自分の数分がなくなっちゃいますよ。え、ちょっとライターを貸してくれって。いいですよ。どっかの旅館の宣伝用ライターみたいですね。別に変わったところはありませんが。何のことですか？
屈斜路湖です。見ての通りの景色ですが、この辺りには僕たち以外誰もいません。この辺りには僕たち以外誰もいません。この辺りには僕たち以外誰もいません。誰もいないのに探せと言われても。え、こんなところに誰を呼べというのですか。これはマリーゴ家についての看板ですね。波打ち際をよく見ると茶色の丸い苔が漂っていることがあります。これはマリゴケと言いますと書かれています。水の中に丸い藻のようなものが浮いています。水の中にどうやらお土産屋のようです。でも今はシーズンじゃないのか、閉まっているみたいですね。おや、何かあるぞ。これは…これはマリゴケについての波打ち際をよく見ると、これはマリゴケ。ここには取って役に立つようなものは見当たりませんが、この辺りには取るようなものは見当たりませんが、マシューコです。いやあ、またお会いしましたね。確かマキコさん。あら、この前の刑事さん。湖の中央にカムイッシュの島が見えます。そしてマシューコの水は澄み切っています。まるでマキコさんの瞳のように。いやだ、刑事さんたら。まあ、女の人が殺人を。それで私が怪しいと。とんでもありません。何かお役に立てればいいのですが、許してくださいね。とんでもありません。何かとんそんなに見つめられると恥ずかしいわ。一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。え、こんなところに誰を呼べというのですか。湖の中央にカムイッシュ。そしてマシューコの年は二十歳くらいでしょうか。でもその割にはあどけない顔立ちですね。おとなしい感じの服装ですが、可愛い人は何を着ても似合うな。いやだ、刑事さんたら。この辺りには取るようなものは見当たりませんが、この辺りには取るようなものは見当たりませんが、ちょっとこれを見てくれますか。まあ、この人が殺されたの、かわいそうに。ちょっとこれを見てくれますか。この人もか
かわいそうに。ちょっとこれを見てくれますか？この人もかわいそうに。ちょっとこれを見てくれますか？この人もかわいそうに。この辺りには刑事さん、ちょっとどうかしました？いえ、なんでもないんです。捜査頑張ってくださいね。はい。知床半島の中ほどにあるウトロの町です。どことなく寂しげな町です。シーズンオフだからかもしれませんが、でも五湖に行くほとんどの人がここを通るみたいですね。どことなく、でも通りすがりの地元の人に写真を見せたところ、白木の写真だけに反応しました。この人は戦後間もなくこの辺りで行商していた人じゃないかというのです。何でもその行商人はある日突然大金をつかみ東京に出て行ったとか。その辺りにいる人に写真を見せてみましたが、手がかりになるような話は聞けませんでした。特に怪しそうな人物はこの辺りにいませんが、その辺りにいる人に写真を見せてみましたが、手がかりになるような話は聞けませんでした。一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。え、こんなところに誰を呼べというのですか？外から見たところ別に変わったところはありませんが、外から見たところ外からおじいさんがぶらぶら歩いています。特に怪しいところはありませんね。袋を抱えた女性です。きっと買い物の帰りなんでしょう。いや、これは外から見たところ お土産屋です。店の人がいます。はい、いらっしゃい。普通のお土産屋です。特に変わったところはありません。へえ、五湖で殺人事件はね。でもうちに来るお客はみんないい人で、そんなことする客は来ませんでしたよ。へえ、でもアイヌの民族衣装を着ていますが、特に変わったところはありません。ちょっとこれを見てくれますか？ああ、これは札幌の源さんにそっくりだ。え、別人？はあ。ちょっとこれを見てくれますか？
知らないな。ちょっとこれを見てくれますか。ここしばらく暇だったから大抵の客は覚えているけど、こんな人は来なかったな。ちょっとこれを見てくれますか。おお、この人なら来ましたよ。そういえば女の人も一緒だったな。あの女性が怪しい人なんですか。ちょっと大きな置物を買ってね、私が旅館まで届けたんだ。前に行った置物のことくらいしか思い出せんな。確か加賀屋旅館だったな。でもあの人がね、刑事さん、何かの間違いじゃ。探せと言われても、店内には我々と店の人しかいませんが。え、こんなところに誰を呼べというのですか。怪しい人物には見えませんが。悪いけど、店内は撮影禁止なんだ。怪しい人物には見えませんが、民芸品とかお菓子とかが並んでいます。特に変わったものはないように思います。それは売り物じゃありませんよ。それは売り物じゃありませんよ。おーっと、刑事さん、お目が高い。そのペナントは300円です。毎度あり。ボス、こんなの買ってどうするんです。この辺りの景色や地名がプリントされた T シャツです。民芸品とかお菓子とかが並んでいます。特に変わった民芸品とかお菓子、ケースの中に木彫りの置物が並んでいます。割といい値札がついてますね。民芸品とかお菓子とかが並んでいます。特に変わったものはないように思います。おや、何かあるぞ。これは、民芸品と、300円です。毎度あり。また買うんですか。これで何枚目ですか。ボスも変わった人ですね。300円です。毎度あり。また買うんですか。これで何枚目ですか。ボスも変わった人ですね。300円です。毎度。また買うんですか。これで何枚目ですか。ボスも変わった人ですね。すいません、もう在庫がなくて。これは見本ですからお売りできません。とうとう全部買い占めちゃった。ボスも本当に変わった人ですね。加賀屋旅館です。まあ、お早いお月で。刑事さん？はあ。いかにも由緒のありそうな旅館です。特に変わったところはありません。
ボス、いい加減に捜査のコツを覚えてください。突然そんなことを聞いてもおかみさんは何のことだか分かりませんよ。気の強そうなおばさんですね。何をひそひそおっしゃってるんです？ああ、何でもありません。こんなところで探せと言われても。なんだろうこれは。ああボス、傘立てですよこれは。ごく普通の風景画です。額縁の裏を調べるまでもないでしょう。このおばさん、いつまで頭を下げてるんでしょうね。疲れないかな。ご勘弁ください。今日はお化粧のノリが悪くて。ちょっとこれを見てくれますか？さあ、誰なんですかこれ？ちょっとこれを見てくれますか？知りませんね、こんな人。ちょっとこれを見てくれますか？誰ですかこれ？ちょっとこれを見てくれますか？あ、この人ならうちに泊まりました。女の人と二人で。ちょっとこれ。あ、一緒に泊まった人のことですか？夫婦とか。今宿帳を持ってきますから。これです。確か白木なんとかって。さあ、今となってどういう人って聞かれてもね。さあ、ボス、宿帳を見たいのなら何か調べろと命令してください。ボス、ありました。女性の字で白木達夫と妻の郁美。網走で殺された白木と何か関係あるのでしょうか？住所は函館市蛍町です。確かに蛍町と書かれていますが、それ以外に手がかりになるようなことは何も。さあ、はい、当旅館の番頭でございますが。番頭さんが立っています。うちに泊まった二人のことですか？それは覚えていますよ。夜中にものすごい喧嘩をしましてね。女の方がワンワン泣いていたみたいで、あなたはマリモ屋でもそうでしたとか叫んでいて。犯人はもう一人の男だ。いえ、別の男を見たわけじゃないけど、足の勘でさ。
私がそういう言葉を聞いただけで、何のことかはさっぱり。気の良さそうな番頭さんです。ちょっとこれを見てくれますか。この人が容疑者なんですか。別の事件の被害者。へえ、大変ですね、刑事さんも。ちょっとこれを見てくれますか。この人が容疑者なんですか。別の事件の。ちょっとこれを見てくれますか。この人が容疑者なんですか。ちょっとこれを見てくれますか。ああ、この人だ、うちに泊まったのは。ちょっとこ、ああ。わかりました。ま、お一ついかが。あら、あなたはお飲みにならないの。勤務中ですから。固いこと言わずに、ささ、ぐーっと。いや、その、ボス、ボス、そんなに飲んで大丈夫ですか？何キョロキョロなさってんの？芸者遊びは初めて？実は。ボス、変なこと命令しないでください。菊やっこと申します。よろしくね。菊やっこ。年は二十歳だそうですが、怪しいものですね。でも他には特に不審な点はありません。年は二十歳だ。ちょっとこれを見てくれますか。こちら警部さん。さすが、素敵な飲みっぷりね。ボス、そんなに飲んで大丈夫ですか。しょうがないな。ちょっとこれ、ボス。ちょっとこれを見てくれますか。あら、この人私好み。え、もう死んじゃったの。変なもの見せないでよ。ちょ、ボス。ちょっとこれを見てくれますか。あら、この人私好み。ちょっとこ、あら、この人。ちょっとこれ、あら、この人は。ちょっと、あら、あら、もうお帰りなの。やれやれ。でもどうしてこうなったんでしょう。ボスが意味もなく芸者なんか呼ぶからですよ。ああ、もう3時間も経ってしまった。この時間のロスが捜査に支障をきたさなければいいんですが。アカンコです。アイヌの民族衣装を着た人たちと写真屋さんがいます。マリモヤね、聞いたことがある名前だけど、さてどこだったっけ。
ちょっとライターを貸してくれって。いいですよ。あれ、ボス、このライター、マリモヤ旅館と書いてあります。ええ、近くの旅館が宣伝用にくれたものですけど、それは何か。ボス、これでマリモヤの場所が分かりました。あ、思い出した。最近新しくできた小さな旅館が確かマリモヤって言ったっけ。マリモヤ旅館です。見ての通りですが、特に変わったところはありません。一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。え、こんなところに誰を呼べというのですか。特に変わったところはありません。比較的新しめの旅館です。ロビーは家族連れやカップルで賑わっている感じです。比較的新しい、人懐っこそうな番頭さんです。ここには取って役に立つようなものは見当たりませんが、ここには取って役に立つようなものは見当たりませんが、ああ、白木さんとかいうご夫婦？確かにうちに泊まりましたけど、でもお客のプライバシーを詮索しないのがうちの主義で、確かにここに泊まったということしか答えられませんね。確かにここに泊まったということしか答えられませんね。そういえば、この間ヤクザみたいなのが大勢やってきて泊まっていきましたが、何か事件と関係あるんですかね。さあ、ヤクザたち以外のことは。ちょっとこれを見てくれますか。こんな人は泊まってませんが。ちょっとこれを見てくれますか。こんな人は知りませんが。ちょっとこれを見てくれますか。ああ、この人。ヤクザみたいな人たちもこの人の写真を見せてここに来なかったかって。来てないのでそう答えましたかね。ちょっとこれを見てくれますか。これは白木さんとかいう夫婦の旦那さんですね。え、殺された。それはお気の毒に。マシューコです。湖の中央にカムイッシュの島が見えます。この辺りにはおや、紙切れが挟まっていますよ。書き置きみたいですね。女性の文字で、何も言えなくてごめんなさい。
と書かれています。これは もしや。あ、風で書き置きを湖に落としてしまいました。すいませんボス。書き置きが挟まっていたところです。湖の中央に、ここには何か聞けそうな人はいないようです。聞くより自分で調べてみませんか。この辺りには調べるような人はいないようですが、見せる相手がいませんが、一応探してみましたが、おーいおーい、マキコさん、いたら返事してください。残念ながらいないようです。ここで写真を撮っても仕方ないと思いますよ。函館の街です。見ての通りの景色ですが、ボス、そんな町はないそうですよ。あの二人、住所を偽っていたんですね。もう一度確かめてみましたが、やはりそういう町はないようです。特に怪しい人物はこの辺りにはいませんが、通行人に写真を見せてみましたが、これといった手がかりは得られませんでした。通行人に一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。え、こんなところに誰を呼べというのですか。特に変わったところはありません。もう一度確かめてみましたが、やはりそういう街はないようです。女の子が好きそうなエキゾチックな教会です。僕たちなんだか場違いですね。女の子が好きそうな女の子が、女の子が好きそうな、さすが名だたる景勝地、美しい景色です。海を隔てて対岸の街並みまで見下ろせます。さすが名だたる景勝、通行人に写真、特に怪しい、もう一度確か、ここには取って役に立つよ、ここには取るようなものは、知床半島の中ほどにあるウトロの町です。
その辺りにいる人に写真を見せてみましたが、ウトロ港です。船員と思われる男がいます。知床岬まで行く観光船があります。今はシーズンオフなので休みだそうですが、そんなこと言ってよ、誰のことかさっぱりわかんねえよ刑事さん。そんなこと言って、顔はあまり良くありませんが、さほど悪い男にも見えません。ちょっとこれを見てくれますか。さあ、こんな人は見たことないね。ちょっとこれを見てくれますか。さあね。ちょっとこれを見てくれますか。うん、見たことあるような気もするけど、やっぱりわかんねえ。ちょっとこれを見てくれますか。こんな人は見たことないね。一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。え、こんなところに。知床岬まで行く観光船があります。今はシーズンオフなので休みだそうですが、顔はあまり良くありませんが、さほど悪い男にも見えません。顔はあまり良くありませんが、顔はあまり。知床岬まで行く観光船があります。あれ、長屋旅館です。おや、刑事さん。さあ、確かに蛍町と書かれていますが、阿寒湖です。あい、屈斜路湖です。函館の町です。見ての通りの、もう一度確か、知床半島の中ほどに、駐車場の売店です。知床五湖です。どうも、何か新しいことが分かりましたか。いえ、何も。